つはちっちゃいロックぐらいになります。これがメインだけど、はい、泉大津の豊中なのかな、フラウトは、石原のスケボー文化にも、協力をいたしていただいております。スプラウトのマークはありますけども、これ、まあ、俯瞰的に見ますとですね、こっち側から分からんから、どれぐらいだから人が並んでるかっていうのは多分分かってもらえると思うんだけど、これちょうど昼なんですよ。人並んでるのは400円のたこ焼きと、こっち側の、あのクライミングの壁のですね、横にあるのが300円の橋のおみくじですね、それぐらいかな。で、パンのとこが数百円だからそこ並んでるんですけども、高すぎるねほんまに。8つで3000円ほどやったかな、あれ、あの寿司ね、4貫と8貫とありましたけど、まあまあそれはくるくるじゃないんでね、100円200円の寿司ではないから、あんなとこへですね人が来るかなと。それは何杯やったら分かりませんよ。だけども場所がこの岸和田で、しかも移動販売ですからね、そんな中でまあ1000円飯で出すかということですよね。まあ500円ぐらいかなということで、これ土地がですね、こんだけの土地にプラスをして、さらにですね、こっち側のこの車が止まってるのは、これスタッフの車ということになってますけども、ここの土地もそうです。ほんで来年の4月ぐらいにオープンやということになっててですね、こんな図面になってます。でこれ見てもらったら分かるように、この前のパースみたいなのを見た人っておりますかね。前のパースまだネットに残ってると思うんだけども、見てもらったら店舗はトレーラーハウスにしようと思ってたわけですよ、アンティカはね。ところが私がですね、これトレーラーハウスにして、それをずっとそこへ置いとくということは、これ移動販売やったら別ですよ、せやけどそこへずっと置いとくということは建築基準法違反ですよということを言いまして、こう民の土地でやってるんやったらまだしもね、まあそれもあかんよ、あかんけどね、せやけども市の分譲ですからね、市の開発した土地でですね、違法な状態で商売するというのは、それいかがなものかということを言いまして、これ訂正をいたしました。でこれ固定の店にしてます。でこれどっから入るようにすんのというような話もしてたんですけど、多分あの口切ってるでしょ、さかあっからすんのかなというふうにも考えではないんですが、まだ決まってないのかな。なんかはっきりとはスタッフの方に聞いたんだけど、わからんわけですよ。でこの段どうすんねんって言ったんですよね。この段は置いておくらしいですよ。で車向こうに置くということは、車椅子とかベビーカーとかはこの坂をですね、ちょうどこう切ってあるけども、こんな感じの坂をこれ下らすんかということですよ。でこれ全部削るということになれば相当なお金かかりますけども、これ矢野コーポレーションが造成したわけですよ、竹中智子やったかな、初めやったのはね。で結局もう投げてしもって、で今矢野がやっておるわけです。看板も矢野コーポレーションということで、開発のところの看板かかっております。ところがですね、これなんでわざわざこれ初めからこういう状態であるんやったら、パンパンとですね、上から鳴らしただけであるんやったら、初めからこういう状態なんです、自然の状態でということは言えんではないんだけども、そうじゃないからね、初めこれ山ですから、山を切った時になんでわざわざこの段を残したんやということですよ。これもですね、まあ、土が増えますからね。ほんでちなみにここの土は、ここの地権者の方が以前言うてはりましたけども、2017年の、10月でしたっけ、台風で崩れた大沢のね、で、まあ、殺人土砂ということになったわけですけども、あの土砂ですよ、山の上に土を積んだ矢野がね、あの土自体が結局こっから取っていった土やというんですよ。でその地権者の方言われておったのは、こんなもう山の上積んだら崩れるぞって言って言うたって言うんですよ。でしかも、まあ、何遍もこんな言いましたけども、あれ普通はもし山の上積むんでもですね、何かこう押して
で積むような何かをしてですよ、それ焼いたすんのかどないすんのかエッチこすんのかそれ分かりませんけども、そないしてまだ積むんやったら可愛げあるけども、草の上にそのまんまボン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 置いていったというんですよね。それは崩れるのは当たり前やろと今になってもまだ皆さん言い分かりますよ。でそういうような状態で削っていったんだけども、これひょっとしたらですね、まあ、あそこへ大阪府条例が今かかってるからもう土運び込めないんですけども、当時はなかったから大阪府や岸和田市がですね日産をしてですね、で、まあ、持って帰れとこなかなか言えないので、ブロック1個でも出てきたらこれ参拝でしょと、参拝なんかこんなとこ掘ってもたら困りますよというような半分嫌がらせみたいな行政指導をずっとやってですね、そこでまあまああの程度で収まったというようなことになっておったわけです。あの程度で収まっても牛滝川を止めて1年間大沢と内畑の道の間をあそこを止めるということになったわけですけどもね、ならこれは多分まっすぐ切る予定やったんじゃないかなというふうに思わんではないでしょう。でまっすぐ切る予定やったけども、結局大沢のとこの山に岸間ですよね、岸和田カントリークラブのとこに捨てられへんから仕方がないからこんだけ残したというふうにも考えられんことはないんですよ。なんでダンスケで残してんのかな、全く意味わからないんですよ。でここの丘陵地は何億円もの使途不明金があるというふうに皆さん言われるんです。で地権者は 名簿というか帳簿は見れるんです。ところが私も関係ないものはですね一般の市民は見せないということになってます。で市の方に言うたらそこはもう口を濁すんですよ。帳簿見てるんやろ、見てます、使途不明金があるよね、うーんって言ってイエスかノーかどっちやねんと言ってもなかなか言わないわけです。で仮にそれがイエスであろうがノーであろうが C については関係ないということを言ってます。なんでかと言ったら C はもう売り切ったから儲かってるんですと、そこでプラスになったんだから、その中でですねどのような管理をしようが何しようがそれは知ったこっちゃないというふうに、まあ、C は言うわけですよ。ちなみにこれ管理料というような形でもですね矢野がまあ管理をしているということで管理料を取っておるということにはなっておるし、まあ、そもそもまだ造成の工事やってますからね。だからそこでまあ矢野に金が、矢野コーポレーションですよ、矢野建設ちゃいます、ね、矢野コーポレーションの方に金が流れるということになってるわけですけども、ここについてもですね、まあ、疑惑の土地ですからね。で向こうでお住まいになるのは分かるんだけども、せやけどもそれでもねこれどうなのということですわ。その疑惑の土地で商売がほんまにこれ成り立つのか、でこんな高級なところをですねこのようにしてですね、でまあオブのとこからもう離れておるし、ここほんまに客来んのかと、そう高級なものをしてですよ。だからスーパーとかコストコするんやったら来ますよ、もちろん。そやけどそうじゃないからね、まあ、その高いらとしては来てほしないのかというと、それは来てほしいです、来てほしいし、でここへお客さんがですよたくさん来ていただければ非常にありがたいという施設になるわけですけども、でもこれランタンが今晩これ飛ぶということになっておりますけどもですね、これどうなのほんまに、この荒野でですね、なんかこの閑散とした感じで、しかも先ほど高齢の方が歩いて散歩の途中に見つけたからって入ってこられたんですけども、言うてたんはチラシも何も入れてないのに、ほらネットでやってんか知らんけど近隣の高齢の方なんか誰も知らんでというようなことを言うてました。まあこれも来てほしくないのか、まあ別に、まあ来てほしないわけないですよね。これあの店なんかはお金を払ってんのかな、諸場代をひょっとしたら移動のねああいう車は払ってんのかも分かりませんし、来てほしくないわけはないんでしょうけども、だけども宣伝ほんまにちゃんとやれよと、私でもこうチラシをですね何本巻いてんねんと、万の単位で私は巻くわけですからね、市政報告を。そない考えたら資本が全然違いますから、新聞に広告を入れてですね、でポスティング業者に頼みまくってですね、でいろんなところでやれるはずなんですけども、まあ、そういうことを手抜きをするということになってるんじゃないのかということですよね。でこのこれは参上というのかお客さんの入りですよ、なんと言うてええのかよう分かりませんけども、これが大成功だというふうにはまあ、評価するかということですよ。それはまあ今日が終わってですね売り上げを見たら、あの車で持ってきて移動販売をされてる方なんかがウハウハと儲かったと、でまあ1日売り上げ30万あった50万あったということになればですね大成功ということになるんでしょうけども、多分そうはならないと思いますよ、このお客さんの入りをね見てたら。その考えたらその高級な特にあの寿司屋ですよね、
ああいう寿司屋のような高級なものをブランドショップとかね、そういうもんでここへ並べようと思ってるわけでしょ。でスパとかね、そういうもん並べて風呂こんなとこ来るかということですよ。温泉出てるんやったらまだ話は別か分からんけども、いい親かでもやっていけたんやからここにも来るでしょうというような、そういう甘い考えでやってるのが、いい親かはまあ一応ですね行って温泉はあったわけですよ。牛滝の水を掘り込んで食用塩じゃない工業塩ですよ、工業塩をぶち込んでそこで塩の味を付けをしてですね、それを炊いて、まさに温泉であるというようなことを伊予屋はやっておりました。でまあ今は、あれは滝の湯から持ってきてるのかな、椿薬局はね、多分そうなんでしょう。で泉府中の、イートインじゃルートインや、ルートインと同じように滝の湯からですね湯を運んでおるのではないかなというふうに考えるわけですけども、それ考えたら、まあ、夕焼けの時にはペテンの温泉やったけど今はちゃんとした滝の湯の温泉の水つことるんやということになるんかなというふうには考えますが、いずれにしてもですね敷地についても売り上げっていうのは、まあ、お金しは取ってませんよ、もう取ってないんだけども差し上げたという形ですからね。だけどもあれ苦しいはずですよ。だから人を増やしてる、人を減らしてるし、しかもバスの運行も減らしてるでしょ。もうほぼバスの運行なんか予約以外ないはずです。定期運行しとったからね、何時何時っていうのそんなのないですからね。だからそんなに考えたらここがもし、失敗をすればですね、商業地としても岸和田はこれ失敗するんだというようなことが、アンティカにおいてすら失敗するんですよというような、そういう噂がですね、まあまあ事実はかもわかんないけども、で岸和田で何の商売やってもあかんでというような話がですね回らないように、なんとかここはですね、うまいこと商売ができるようにお客さんが来るようにアンティカもやってくれたらなというふうに考えております。